表門外換気水路は奈良県奈良市高畑家町にある料亭。創業は1891年で、同年建築の旧本館、1901年建築の本館、炎上寺宅中から移築された表門と庭門は2000年12月に国の登録有形文化財に登録されている。運営会社は東京都千代田区に本社を置く。 株式会社プランドゥシーでホテルレストランウェディング等の事業を行っている企業である。創業家である岡本家は江戸時代に山和郡山にて旗子屋、菊屋を経営。世間の昇流を読み、山和郡山から現在の奈良市内へ奈良の中心が移動することを予測した。当時の岡本善蔵は廃物希釈で売りに出される。 寺院跡の土地を4年かけて買収するとともに、菊水楼建造のために大和郡山の菊屋を売却した。1889年から建設開始。1891年7月1日に完成する。表門は炎上寺から移築し、本館も寺院の部材を使って宮大工により建築された。現存する本館は、 当初の本館に増築する形で建設されたものである。完成した時は岡本宇佐郎が当主であった。迎賓館として菊水ホテルと名乗り本館の増築の際、天井を高くして椅子、テーブルを設定する。ビリヤード台を館内に設置した。二代目の岡本徹良は宇佐郎から受け継いだ菊水牢を 戦時中も高級軍人を顧客にするなどの手法で制御をさせた。家人としても活動するなど芸術を好み書や絵画の収集も行った。三代目の岡本博之は戦後の急激な欧米化と大衆化という難しい時代の舵取りを最先端を取り入れることで乗り越えようとした。昭和42年欧風レストラン菊水を開業。昭和55年和風レストラン。 別館菊水路を開業。2015年に株式会社プランドゥーシートの共同経営となる。レストランは和食、菊水、かつて皇室宿泊のために建築された客室を改装したうなぎ、うな菊の二つ。結婚式においては、敷地内にある挙式会場にて、キリスト教式、洋装人舞式、和装人舞式から、それぞれのスタイルに合わせて選べ。 隣接するカス大社をはじめとする複数の、定型神社での神前式も可能。また、パーテキルームは、ザ・キクスイ、ザ・シタ・ヒロの二つの中から選択することができる。キクスイロー本館文化遺産オンライン、キクスローモデモン文化遺産オンライン、https コロンスラッシュスラッシュ k a n g w a b u n n k e n ウェブトップ F C E に。スラッシュインテックスとファイルズ。スラッシュアールエアイエスエヌスラッシュエスエイチオーディエヌエスラッシュエスエチオーディエヌエイチキューコドットエイチティエムハットエイチティティピーエス。コロンスラッシュスラッシュダブリューダブリューダブリュードットケイアイケイウエスドットコム。スラッシュ h t t p ィ コロンスラッシュスラッシュ SANKEI-NARA-ITE.JP スラッシュニューススラッシュアーカイブススラッシュ927ありがとうございます。